ます。あ、入ってますね。はい、じゃあ私の方から OSS の引き継ぎ方というタイトルで発表させていただきます。あ、ちょっとコーヒーでも飲みながら行きましょう。はい。はい、自己紹介なんですけれども、JMO ペボボという会社で、執行役員 CPO というのをやっております。 CPO は、チーフプロダクティビティオフィサーという名称で、日本語に訳すと生産性担当執行役員みたいな形です。で、あと業務プロセス革新室というところを立ち上げまして、そこの室長もやっております。はい。で、何をやってるかというとですね、全社員の、ペパボは350人ぐらい社員と、バイトの方等々含めているんですけれども、そのエンジニア以外も含めた全員の、その生産性プロダクティビティを高めるっていうのが、私の執行の、責任と執行する目的となっております。はい。で、これはオフショット1個面白いの社内から見つけたんで持ってきたんですけれども、私は私で執行役員なんで責任はあるんですけれども、取締役ではないので、取締役はそこにいる左から2番目の、栗林健太郎さんが取締役 CTO で、その、取締役としての責任は栗林さんにあるけど、僕は僕でそれなりの干渉範囲と責任を持って業務をいろいろやっておるという形ですね。で、下に情報システム部門を持っているので、例えば社内でもう全員が使う情報システムをバーンって変えるとか、あと、採用であるとか人事であるとか労務の、いろんな制度について、経営会議にいろいろ議案を出して、こういうふうに会社を変えるぞみたいなことを主に半分か3分の2くらいの毎日の仕事として担当しております。で、今日はその話は一切なくて、で、私それ以外にも OSS 結構やってまして、そのソフトウェア開発の一つであるそのオープンソースソフトウェアの開発で、いろいろ遭遇したこととか考えたことをご紹介しようと思っています。で、何をやってるかっていうと、ペボボという会社で今いろいろやってると同時にですね、Ruby、 プログラミング言語 Ruby の開発をしております。コアチームっていうふうに世界では呼ばれているみたいですけれども、その Ruby のライブラリとか Rails アプリケーションではなくて Ruby の言語本体を作っています。で、あとはその浅草 RB という、東東京ですか、東東京を周辺に毎週開催される、Ruby のプログラマーが毎週集まって、Rails でこういうのつまずいたんだけどとか、そういう話をするとこに毎週参加してます。で、コミットできるのはこんな感じで結構いっぱい持ってるっていうのと、あと RubyLang.org っていう Ruby 本体のサイトがあるんですけれども、そこの何ていうんですかね、オペレーションエンジニアというかインフラ担当みたいな形で、RubyLang.org 落ちないように世界中でダウンロードできるようにみたいなことをやってます。 Heroku と AWS と Fastly 使って構築してます。ほぼ僕一人でやってるって感じですね。でも浅草 Ruby は、こういう感じなんで、ググって出てきて、もし Ruby 書いてて社内に相談できる人がいないとか、なんだよこの Rails のバグみたいなやつとか、いろんな Ruby の言語本体に対するご意見ご注文等々ありましたら、ここに来てくれればそうだねみたいな形でいろいろご相談に乗ったりできるので、興味持ったら来てください。大体秋葉原か神田周辺でやってます、火曜日で。大事なことなので日本語のスライド載せたんですけど、中ちょっと英語で書いてます。なので何のこっちゃみたいなものはあるかもしれないんですけれども、発表を聞いていただいて、よく分かんなかったみたいな内容があったら聞きに来てください。で、採用目的の CM 流している通り、エンジニアは広く募集しています。募集しているので、採用目的っぽい雰囲気がいいなって思った人も、ちょっとなって思った人も、そうじゃない担当もあるんで、ぜひ、来たからお前もってやれよみたいなのはないんで、僕呼ばれなかったんであそこにはそういう担当もあるんで、ちょっと粛々とコード書きたいんですっていう人もぜひ来ていただけるとなって思います。あと、ステッカーちょっと作ってきたんで、これちょっと僕の不手際で皆さんのトートバッグに入れる期日に間に合わなくて、
でこう滑り込みで入り口の前のところに置いていたり、あとまあペオボの社員の人とか僕に言ってくれればシールどんどん配布しますんで、ぜひ皆さん持って帰って、あとまあツイッターでやったーとかって言うとコンバージョンが高くなって、次回以降はもっとちゃんと期日に前ないように用意できるかもしれないので、ぜひまあ欲しいってなったら持ってってください。はい、じゃあ本題なんですけれども、まあ、今日の OSS の引き継ぎ方っていうのはなんでこういう話をしようかなと思ったあたりからいこうと思います。で、Ruby お使いの方ってどれくらいいらっしゃいますか。まあ、別にメインでもメインじゃなくても使ってるよぐらいな、インストールしたよぐらいな。ありがとうございます。で、じゃあなんか2013年以降から使ったよみたいな人は、じゃあそれより前からみたいな人は、あ、なるほど、半々ぐらいですね。ありがとうございます。Ruby は、大体こういうタイムラインになってまして、まあ、2008年に 1.87 っていうのが出たんですね。でその時に標準テンプライブラリっていうNetHTTP とか ReXML とかがガッて増えたんですよ。で 1.9 が2009年、今から8年前に出て、でその時に RubyGems っていう Gem インストールでできるパッケージが同梱されたと。で1.9以降は Gem インストールなんとかで Gem インストール Rails とかでバンバンバン入るようになったっていう歴史があります。で、まあ、そこからこう2009年以降、2013年これ 2.1、2.00 付近まで、まあ、いっぱいいろんな便利だ、すごい面白いみたいなライブラリがドドドドドってこうインストールリリースされてみんな使うようになった。RSpec とかノコギリとかトールとか、まあ、いっぱいもっと書ききれないぐらいあると思うんですけど、で2013年っていうのが Rails 3であるとか4が出そうみたいな雰囲気の時代 で、まあ、この時すごいいっぱい出て、多分個人的には2013、14年ぐらいが Rails 一番流行ったっていうか絶頂期だったと思うんですけど、で、まあ、ここから2014、5、6あたりにですね、まあ、なんかこの時にめっちゃこう活躍したプログラマーが結構 Go 面白いじゃんっつって Go 書き出したり、やっぱラストじゃんみたいな感じでラスト書き出したり、まあ、結構ここで作ってた人たちがあと燃え尽きたりとか転職したりとか、まあ、いろんな理由があって、そのこの面白いじゃんって言ったライブラリが結構放置状態になるっていうのが結構多く出てきた時期かなと個人的には思っています。で、まあ、中にはその引き続きメンテナーが変わったとか、なんか新しいものに作り変えたみたいな、まあ、いろんな動きがあるっていうのがまあ現状かなっていうふうに見ています。で、まあ、今も GitHub の統計とか見ても Ruby の新しいライブラリっていうのはまあ徐々にその他の言語と比較して、まあ、それほどものすごい優位性というか量として多いみたいな状況でもないっていうのも事実なんで、まあ、ちょっとそのジェム反乱期みたいな落ち着いたかなみたいなのが今ですね。で、まあ、そのダメだっていうか、その放置状態になった OSS とかライブラリどうすんの、まあ、それに対してその利用者として何ができるのっていうと、まあ、パッチをひたすら送り続ける、イシュー報告して解決するっていうのはまあ一個あると。で、まあ、次はフォークしてしまうと、要するに、まあ、ライセンスが許せばある作者が作ったものを自分のところにフォークして、で自分用として、まあ、その自分がやりたい変更を加え続けて、まあ、使っていく、例えば、名前をリネームするとか、まあ、そういうのもありますよね。でもう3つ目は何もしない、既存の実装は既存の実装で置いといてもう全部作り変える、自分のやりたいものを作り変える、例えばノコギリに対するオーガみたいなこともできる。で今日話すのはこの4つ目の引き継ぐっていうパターンについて、なんか起きたこととかどういうふうに何したのみたいな話をしようと思ってます。で、まあ、ビルダーズコンなんかいろんな言語とか技術領域の話聞いてれば結構共通してなんか考えれることもあるんじゃないのっていうのが一個テーマであったと思うので、今日話すのはそのいろんな私が引き継いだライブラリの共通点等々から、あ、なるほどねみたいな、そのソフトウェア開発全般における知識が皆さんに伝わればいいかなと思ってます。で、まあ、引き継ぐ、まあ、今日話すのは引き継いだ後の話をしようと思ってて、その引き継ぐにはどうすればいいのかみたいな話ではないので、まあ、その触りだけここで紹介すると、意外とその他の人が作って
それなりにスターとかインストールされているライブラリってくれるんですよ。燃え尽きたとかっていう人に聞いてみると、でどうすればいいかっていうと、意外とイシューでなんかメンテナンス引き継ぎたいんだけどとか、中にはイシューにもう書いてあるのもあるんですよね。今日昨日GFX さんっていう方と喋った時に、まあ、GFX さんライブラリすごいいっぱい作ってるんで、もうイシューで自分がもう興味がなく、興味というかモチベーションが薄れてきたんだけど、それなりに利用者がいるみたいなライブラリについてメンテナ募集みたいなイシュー立てたりとかしてるんですよね。だから意外と、あとリードミーのトップになんかもう自分は燃え尽きたんで、なんかライブラリ引き続きやりたい人ゆるぼうみたいなリードミーとかも結構あったりするんで、まあ、そういうの見かけて、まあ、自分もちょっとやってみようっていうふうに思ったら、その人になんかくれとかなんか言うと意外とくれたりする。あ、順序逆になったすいませんっていうのが、まあ、これ今喋ったのは2個目ですね。で1個目は、まあ、普通に開発にこうなんかパッチ送ったり、プロリクエストにコメントしたりレビューしたり、なんかメンテナーじゃなくてもプロリクエストのレビューとかイシューのコメントってできるんですよね、 GitHub の場合で。それをなんか作者でもないのに作者のように振る舞ってなんかずっとやってると、なんか作者がなんかお前もうメンテナーやってくれみたいな感じでくれるパターンが結構多い。これ本当に多くて、私もいくつか持ってるんですけど、なんかそういう方すごい助かるんですよね。オープンソース作ってるけど別にお金もらって作ってるわけじゃないんで、なんかそういうリクエストが増えれば増えるほど、なんか一緒にそういう問題解決とかパッチ書いてくれる人は非常にありがたいし、なんかフレンドリーな気持ちになるので、なんか そういうのをなんかずっとやってるとくれることがある。でもくれることがあるなので、その、まあ、順序間違えちゃったんですけど、まあ、2個目のようにくれっていうのと比べるとそれほど確実な方法ではない。で、まあ、2個目は繰り返しになるんですけど、くれっていうふうなやつですね。でくれっていう手段、先ほどはイシューでコメントするとかリードミーに出会ったら話しかけるみたいなのがあったんですけど、意外と世界全体を見るとですね、まあ、日本人なら日本語で喋ればいいんですけど、ツイッターとかで DM とか使って、あとまあなんかそのコミュニティスラックみたいなのがあったらそこで聞いたりすればいいんですけど、ツイッター使ってない国って意外と多いんですよね。特にヨーロッパの方ってあんまツイッター流行ってないんで、あと国によってはどこだっけ、シンガポールだっけな、あ、台湾か、台湾とかってツイッター全く使ってないらしくて、フェイスブック超流行ってるみたいな、それ国の事情があるんで、やっぱりグローバルな手段としては E メールがおすすめで、GitHub とか Twitter とかのどっかのプロフィール見て、E メールになんかこのプロジェクトやりたいんだけどみたいに言うのがおすすめ。で、まあ、3つ目は一番やっぱ早いのは、直接会って、なんかプロダクトをやりたいんだけどみたいな話をするのが、これ一番強力。だからカンファレンスに行こうっていうのも、まあ一個この理由になってるのかなと思います。と、全然スライドが進まない。やばい。でじゃあ、事例を喋っていきます。レイクで、レイクは、Ruby の DSL で書ける、Make っぽいツールです。で、まあ、こういう感じにタスク定義してデフォルトを実行するとレイクって実行するだけでなんかビヨンって出ると。でレイクは、世界で今3つ第3位ぐらいにダウンロードされているソフトウェアで、まあ、そのレイルズの依存とかいろんな依存があるから依存関係にいっぱいくっついてるのはここのランクのすごい上の方にあるんですけど、まあ、第3位ぐらいに使われているライブラリーですと。で、まあ、でレイクの歴史をちょっと紐解きますとですね、レイクっていうソフトウェアはジム・ウェリッチっていう、まあ、ジムっていうふうに呼んでるんですけど、まあ、が作られたソフトウェアで、でまあ、ジムは、ですね、まあ、2014年に、まあ、亡くなられたんですよね。で、まあ、超有名ライブラリの作者が、まあ、他界したらどうなるかって言ったら放置状態になる。意外とこのプログラマー死亡問題大変で、多分 GitHub としてもなんかここの裏で何が行われたかは分からないんですけれども、その DR ブレインっていうエリック・ホーデルっていう人が、まあ、そのジムのレイクのコントリビューターだったエリック・ホーデルが何かしらこう GitHub に調整をかけて Ruby レイクに持ってきたっていうのが2014年の出来事です。2014年って言ったらレイクもすごい使われてるし今も使われてるんですけど、まあ、イシューとかバンバン来るけど、まあ、
他界されているんで何も行われないし、死因みたいな形で持ってきたって感じですね。はい。で、まあ、持ってきて、まあ、DR ブレイン、エリック・ホデルが一人でやってたんですけど、まあ、僕も、まあ、レイクとかちょっと興味あったんで、一緒にちょっとやらせてくれっていう形で、エリックとこのレイクの開発を始めたっていう形になってます。で、まあ、僕がレイク引き継いで何を最初にやったかっていうと、あのボイラープレートというか、あのコードベースのツールチェーンをガッて変えました。で、その RubyGems リリースされてすぐにこう Gem をリリースするために使われてたボイラープレートランゲージ、ランゲージじゃないライブラリーって HOE っていうもので、これってまあ多分皆さんご存知ないですよね、おそらく。知ってる方いらっしゃいますか？ HOE。 ありがとうございます。高橋さんとかですね。まあ、普通今2017年 Ruby を書いてる人って Ruby のリポジトリを見たら大体こう GemSpec とか .Travis とか Gem ファイルとか Lake ファイルを見て、なんかどうテスト実行するんだなとか、なんかどういうライブラリ依存してんだなっていうのをババってこう、まあ、見て、まあ、判断すると思うんですよ、その Gem がどういう感じのものか。だけどホエって何もないんですよね、そういうのが。その GemSpec もないし Gem ファイルもないし、なんドットトラビスもないし。で、まあ、こういう状態ってなんかこのライブラリパッと見た瞬間になんか何やればいいか分かんない、なんかテスト実行仕方分かんないから、なんかパッチ書く気もなんかあんましないみたいな。でこういうのすごい僕良くないと思うんで、まあ、その時々のなんか流行というか、そのある言語に精通したりそれなりに使ったり使ってみようと思ったこと思う人がパッて使えるような環境を整えるっていうのが、そのある古いライブラリとか放置されているライブラリを引き継いでなんか最初にやっといた方がよかろうと思うことですね。だからまあなんかすごい昔のテストライブラリ使っていて、なんか最近の環境で実行するとなんか超難しいってなったら、なんかいい感じにやっとくとか、最近だと例えば Docker Compose YAML ぐらいは置いといて、なんか Docker ビルドしてランしたらテスト実行されますぐらいにはしとこうとか、まあ、そういうふうにしとくと他の人の参入が増えて、なんか自分が超辛いみたいな感じにならない。で、まあ、引き継いで一個やらかした事例を共有すると、レイクってまあその結構2014年の時点で Ruby1.8、1.9 向けのコードすげえいっぱいあって、で、まあ見にくいんですよ、非常に。なんかデファインドハテナみたいなコードがすごいいっぱいあって、ワークアラウンドが。で、まあ、僕それメンテ引き継いだ後にさすがに 1.9 とか切っていいでしょうっていうふうに、まあ、ポリシー決めて、で、まあ、ガーって消してったんですよ、あのディプリケートっていうのコードで消しまくって、でこのタスクマネージャーのラストコメントっていうメソッドが、まあ、ディプリケートって、コメントにそのジムの本当遺言みたいな感じで、なんかディプリケーテッドだから次のバージョンで消すみたいな感じで書いてあったから、あ、じゃあ次のバージョン出すから消そうと思って消してリリースしたんですよね、夜に。なんか仕事から帰ってから、で朝起きたらなんかめちゃめちゃコメントついてて、GitHub のイシューに、でなんかノーメソッドエラー出てるから壊れてんじゃないのみたいな。でよくよく調べたら、その古い時代歴史があるライブラリー、ヤード、アルスペック、ルボコップみたいなライブラリーがこのラストコメントってやつを参照していて、でレイクの新しいバージョンをインストールしてこの R スペックとか実行するとなんか全部死ぬみたいな、でレイクスペックも実行できないみたいなことが起きて、まあ、その時に初めてなんか自分が意図せずブレーキングチェンジズ入れちゃったなってことに気がついたんですよね。で、まあ、ちょっとこれ失敗したなと思ってて、だから、まあ、メンテナーを引き継いだ時にその引き継ぐ前のコードがどう使われているかっていうのを知るのってめちゃめちゃ難しいんで、その何かブレーキングチェンジズを入れたり、そのまあアクセッサーとかを消すときは本当うざいくらいワーニングメッセージを出した方がいいんだなってことが分かりました。でちょっと巻いていくんですけど、で次サイクっていうのがあって、でサイクっていうのは Ruby の YAML ラッパーです。でこれは libyaml っていうソースコードの中にバンドルしていて、で、まあ、こんな感じに YAML をパースしたりダンプしたりできるっていうライブラリです。でこれも引き継いでメンテナンスしています。でなんでかって言ったら Ruby ってあの標準テンプライブラリっていうのはあるんですけど、標準テンプライブラリって、まあ、コミッターが結構、まあ、最近は
自由ではないんですけど、当時は割とカジュアルに追加できたんですよね。で、テンダーラブっていうアーロン・パターソンっていう人が作ったそのサイクっていうライブラリー、だから彼が作ったサイクっていうライブラリーを Ruby 本体に入れた。で、まあ、それその Ruby の側ではバンバン開発するし、サイクはサイクでバンバン開発するんですけど、で、まあ、結構変えられるんですよね。で、こっちはなんか Ruby コミットは全員がバン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 変更をかけるし、まあ、こっちはこっちでアーロンがやりたいのをやるし、で、まあ、この動機っていうのがなんかこの Ruby コミットの人たちもアーロンってもうあんま興味がないらしくて、で僕が一生懸命そのパッチ読んでなんか壊さないようにマージマージっていうのをずっとやってて、でもさすがにだるくなってきたんで、このアーロンの方にこのサイクのメンテナンス権限をくれって言って、まあそのただのパッチのこうやり取りだけじゃなくて、そのサイク本体のなんか調整もやるようにしました。で、まあ、そうするとなんか、まあ、問題が1個あって、でサイクって JRuby の実装も含まれてるんですよね。だから Java のコードと C のコードが入っている。で、Java 僕はあんまよくわからないんで、そのサイクの変更をマージしたり、僕がサイク変更したときに JRuby が壊れることがあるんですよ。で、まあ、それをなんとかするのに CI を入れたかったんですよね。で、CI、ただその CI を設定するのってオーナーじゃないとできないんですよね。そのGitHub のオーガナイゼーション以外の場合、だから個人のリポジトリだとできない。で、じゃあどうするのかっつって、で、アーロンに、Ruby オーガナイゼーションにトランスファーしてくれってずっと DM とかメールとか出したんだけど、まあ、なかなかやってくれなくて、で、もうしょうがないから、たまたまカンファレンスで登壇する一緒の機会があった、あったんですけど、その時にアーロン捕まえて、なんか、立ち上がる前に今すぐここでトランスファーボタンを押せみたいな感じでトランスファーボタンを押してもらって、で、まあ、Ruby のとこに移動して、まあ、今は CI も設定してるし、まあ、いい感じにメンテナンスができてるよっていう状況になってます。だから結構こうカンファレンスに行ってなんか喋って引き継ぎたいんだけどって言ったりとか、なんかこういうふうにしたいんだけどみたいなパッチを総合レビューするのはなんか超大事なんで、まあ、ビザーズコンとか大事だなって思います。全然足りないや。で、セキュリティで、サイクはLibYAML のセキュリティの問題をなんか何回か踏んでいて、まあ、結構 OSS の引き継ぎをするときにセキュリティの問題が出たときどうするのみたいなのがあるんで、まあ、カンファレンスとかセキュリティに詳しそうな人とかと仲良くなったりして意見交換とかして、そのなんか自分が引き継いだとか自分が開発することになったソフトウェアについて相談できる人を見つけたり探したりすると安心かなと思います。で、 RDoc で、まあ、RDoc っていうのもあって、 RDoc っていうのは Ruby のソースコードをドキュメントに HTML にする変換するツールなんですけど、でこれは個人でもなくて RDoc チームっていうとこが作っていたものです。で、RDoc のメンテナンスを引き継いだのは理由があって、で RDoc の依存関係に JSON っていうジェムが指定されているのを外したかった。で、これちょっとここで喋るともうあと1時間ぐらい喋れるようなこう難しい問題なんで省略するんですけど、要するに Ruby 2.4 で入れた変更にその JSON と RDoc の何かが問題して、その皆さんが Ruby 2.4 でジェムインストール Rails ができないという問題があったんですね。で、それを解決するために RDoc の依存関係を調整したかったっていうのがそもそものモチベーションになります。で、まあ、僕はRuby 好きで面白い、書いてて面白いんでみんなに使ってもらいたいし、なんかジェムインストール Rails ってやってインストールできねえじゃんみたいなやつをとにかくなくしたいですよね。そういうなんかイラつくことを。なので、まあ、そのイラつくことを解決するためには、まあ、RDoc のリリースメンテナンス見たくなって、で JSON の依存を外したものをリリースする必要があったっていう感じです。なので、まあ、そういうモチベーションで引き継いでリリースをした。で、まあ、リリースって結構大事で、その OSS メンテナンスしてますよっていうけどリリースする権限は持ってませんみたいな、なんかそれってなんか渡してない人なんかすごい良くないなと僕思ってて、なんかメンテナンス任せんならリリース権限も渡せよってちょっと個人的には思ってます。で、まあ、リリースしないことにはなんかそれがユーザーにどう届くか分かんないし、使われるか分かんないし、なんか誰かが入れた変更とかいいんじゃねって言ってマージしたプルリクエストが実は壊れてましたみたいなこととか、なんか利用者にとってはなんかあんま嬉しくないですみたいなことが分かんないので、やっぱりリリース権限も
渡すのも大事だし、なんかメンテナンスやりたいですっていう人はリリース権限もある程度持った方がいいなと思ってます。でただまあ一個問題があって、僕はあんまりドキュメンテーションツールとかに興味がなくて、そのRDoc の問題は解決するし RDoc のリリースはするんだけど、そのドキュメンテーションツールをどうインプルーブメントしていくかってことは興味があんまないので、なんかちょっと最近はどうしようかなって思ってます。なんでドキュメンテーションツールに一加減ある人はお話しください。で4つ目が RubyGems です。これは失敗例の紹介で、RubyGems って RubyGems ここの URL っていうか、GitHub のこのここにはこれは rubygems.org の Rails アプリケーションがあって、このこっちはGEM インストールで実行できるツールのリポジトリです。でここはShopify とかあと複数のインフラエンジニアがボランティアでメンテナンスしてデプロイをしている方なんで、ちょっと今回の対象外。で今日話すのはこの RubyGems の方です。で RubyGems も1.9 でマージされたです。Ruby 本体にマージされたんですけど、Upstream って呼ばれるその仕様変更等を判断してその作っていくっていうのはここで行われてるんですね。だから Ruby のコミッターたちは別に RubyGems に新機能とかを積極的に別に入れるわけじゃないし、その Ruby の本体の言語仕様を変えた時に壊れないようにケアする程度のモチベーションしかない。で、2014年、2015年ぐらいにですね、その当時 RubyGems のメンテナンスをしていたそのエリック・ホーデル、ディアル・ブレインとかテンダーラブ、アーロン・パターソンとかが結構彼らの仕事を変えたとかそういう変更もあって、こう2015年前後になんかどうなってるかよく分かんないみたいな感じになったんですよね。その RubyGems の方針が、僕らはその Ruby の 2.3 とか 2.4 作るんだけど RubyGems どうなってるかよく分かんない。でそうこうしてるうちに2015年の後半に、Ruby Together ってところが RubyGems を引き継ぐよっていうのがなんか決まったらしい。もう伝聞でしかないんですけど、で決まって何が起きたかっていうと、その Ruby Together っていうのは、企業からお金をもらって OSS 開発をファンドする組織なんですけど、そこのファンドを受けているバンドラーチームっていうところがここのメンテナンスを引き継ぐよっていうふうなことになって、何が行われたかっていうと、それまで RubyGems のコミット権を持ってた人がバーってリブームされたで、バンドラーチームがコミット権でガーって持つようになった。で僕はちょっとって言って、でその Ruby 本体にマージしなきゃダメだから、ちょっとコミット権残してよって感じで残してもらったっていうのがです。で今その2017年の状況を僕の観点から紹介すると、結構バンドラーチームは Ruby の本体の変更に興味がない。で昔はそのアーロンとかエリックに喋れば RubyGems こうしたいんだってことが分かったんだけど、今はなんか話す余地がない。なので Ruby 本体の言語仕様に伴う変更をパッチで送ってもなんかマージするのが超大変、これ何のためにいんのみたいなことをなんかすごい僕が頑張って言わないとマージできないんで、なんか RubyGems どうなんのかなみたいなのが若干今残ってます。で僕の反省としては、もうちょっとこれ大丈夫かねみたいな段階で、だから RubyGems を Ruby の言語を作ってるチームとしてどうするのかってことを決めれればよかったなって思ってます。で、今からできることとしては、もう RubyGems をフォークして RubyGems みたいなやつ作ってもいいんですけど、でもなんかあんまりこれってユーザー全員にとって幸せじゃないなって思うんですよね。そのなんか元祖 RubyGems と Ruby 言語 RubyGems みたいのがあって、なんかちょっと例えが正確かどうかは僕はあれですけど、例えばなんかYarn と NPM どうすんのみたいなのと結構似たような状態になるのかなって思ってて、できれば RubyGems とこう強調してやっていきたいんで、僕は機会があればアメリカとか行ってそこのバンドラチームとなんか喋ったら、なんか飲めば意外といいやつじゃんみたいな感じでこうコミュニケーションがはかどるかもしれないんで、なんかそういうのはちょっと引き続きやろうかなって思ってます。で大変申し訳ないことにもう時間があれで、ちょっとこの辺はスライド公開するので、あと Ruby 会議でも喋るので、標準テンプライブラリを他の人たちに引き継ぐっていう、この逆にメンテナンスされてない標準テンプライブラリを引き継ぐっていう話はちょっと省略します、すいません。で最後にまとめなんですけれども、
まあ、もう一回、メンテナンスを引き継いだ後に、まあ、皆さんにお勧めしたいこととしては、まずコードベースを最近の流行りのツールっぽくしてすぐテストを実行できるようにするのがおすすめで、リリース権限もちゃんともらったり上げたりしましょうと。で、思いのほかそのオープンソースソフトウェアって人と喋って人となりで判断されることが多いんで、積極的にカンファレンスに行って喋りましょうって感じですね。で、まあフォークしたり新しく再実装しなくても誰かが作った OSS を引き継いで返すのもまあ結構楽しいよっていう話でした。はい、時間ギリギリですいません、終わりです。